福岡ディープな街歩き、今日は福岡県久留米市にやってきました。そして真ん前が西鉄久留米駅ですね。JR はねちょっと離れたところにありますね。今日久留米めちゃくちゃ暑いよ。駅前、後でね駅前あたりもねちょっと歩いてみたいと思います。駅の中に行ってみようか。なかなかね福岡に住んでると久留米駅来ることないからね、だいたい車で移動とかだから。西鉄の久留米駅ってさ、昔ミスタードーナツの売り上げが日本一かなんかって聞いたことある。今駅がどんな風になっとっちゃろうね。多分1回ぐらいしか来たことないよ、駅の中とか。まあね、福岡久留米を離れた方には懐かしいかもですね。あ、もうここからすぐ電車に乗れるんだ。へえ。北口切符売り場です。だから今福岡久留米。改札機があります。久留米はどの電車でも止まるっちゃろうね、確かね。赤やけん、そっか。特急とかも止まるけん早いっちゃね。あ、これか、ミスタードーナツ。でも飲食店とかも結構入っとるよ。そしてここが久留米駅前ですね。駅前の方とか商店街は以前撮影してるんで、今日はちょっと逆側に行ってみたいと思います。久留米の YouTube ね結構本数上げてます。行ってみようか。あ、そっか、さっき最初に撮影したところの真下に来たわけですね。琴音木の町久留米。久留米もね、結構見どころがたくさんあるんですよ。久留米もアジムタウンがあるんだ。展示にもあったね。そしてここが東町か。以前久留米、遊郭跡とかは、まあ、JR 久留米駅の近くとか、あと花畑とかあの辺もありましたが、まあもうね残っちゃいないんですけど、あとね軍事施設なんかもね行きましたね。商店街とか横丁とかもありますよ。堀川バスも走っとるね。堀川と西鉄バスが走ってるんだ。なんかこれ古い、これなんかな。ちょっと一本路地を入ってみました。ここ大手町っていうのかな。あ、なんか古そうな建物もある。まあ駅からね、ここすぐやけん一等地なんやろうね。暑い、日差しがね痛いよ。こんなんが古いじゃない？上で電車が止まっとる。あ、なんかあそこ出店なんか高架下にあるよ。これ何、通り東町っていうもの。なんかあっち側に古ビルとかもある。あ、この道をまっすぐ行くと市役所に行くのか、多分そんな気がするけど。いろいろ売っとる。これここだけで終わりか。ここ横はないのかな。これだけか。まあそこそこ古いね。当に暑くて、絶対これは取る。てかもうね、本当にね、手が真っ黒。だけん、あ、さっきの横の大きな道が3号線か。で、ここまっすぐ行くと、北に行くんだ。昭和通りって書いてある。昭和にできたけん昭和通りだね。なんかこじゃれたお店とかもあるよ。あ、あそこになんかほら。一番奥になんか祀られて、あ、書いてある。まだある。1年前ぐらいに撮ったかな。ここ本当に駅前だよ。ここね、カフェのねプレートがあったっちゃん。あ、その建物はなくなっとる。カフェの証拠だったプレート。特殊飲食店。ああ、その多分一番最初のところにあったっちゃけど、もう駐車場になっとる。あ、前撮影した時の旅館の焼けた後もまだそのまんまやん。片付けちゃう。だけど焦げなままにしとうけん、不法投棄しに狂っちゃうね。この名前が残ってるのかな。土管清水って書いてある。真向かいが岩田屋。前は井筒屋もあったもんね。お、来た。ちょっと今度後ろがちょっと歩いてみよう。車弁はね、博多弁と比べたらね、なんか語尾が微妙に違うっちゃね。聞いたらわかる、うん、で久留米といえば焼き鳥、ラーメン、美容室、病院が多いね。そしてこの道をまっすぐ行くと、JR 久留米駅かな。こっち外側も、商店街開いとるかな。そしてこの中も商店街で。一番街に続いてます。この喫茶店が前行ったもんな。さっきは使ったけど今はなんか風が吹いてきたし。久留米のお家、まあ街中だとやっぱり6万とか見つけました。帰り道、神様からのプレゼントですね。すごい、これ全面グリーンハウス。こういうのが好きなんですよ。これすごいよ。わあ、いつのアパートやろうこれ。なんか池島にあった廃墟を思い出した。ちょっと表見てみよう。見てこれ、目立つけんこれ。っていうかね、走っとってね、脇道にあったっちゃん。やっぱりね、嗅覚が優れとうけんね、こういうのを見つけてしまっちゃうね。すごい、今日一番のスペシャルやん。わあ、すごい。素晴らしい。この間飯塚の方でもすごいの見つけたけど、これもなかなかいいよ。すごいのがさ、郵便ポストがこっちの壁についとっちゃうね。ああ、年季入ってますね、かなり。爪で進んでったっちゃうもんね。これはすごい。階段やばいやろね。ちょっとトルコゲンクスがもう売っちゃうね。すごいよ。